はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、現行ということになります。はい、現行の時の要するに人ということなんですが、八代執権北条時宗ということになるわけなんですけれども、八代執権、六代、七代、どこ行ったんですかと、シューですね。はい、八代執権北条時宗ということになるわけなんですけれども、まあ、現行ということに流れいくと、この八代執権北条時宗が、まあ、筋肉で要するに、とにかく要するにボコすというね、はい、もう書けないみたいな、はい、強いって聞きた、はいはい、ボコスみたいなね、はい、漢字の要するに、まあ、八代執権北条時宗なんですが、現行という、まあ、外的勢力に対して、まあ、日本はどうやって立ち向かっていったのかということについて、まあ、しっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。